腰が痛い、使いすぎてる、股関節開く。シンプルな治療ですけど、めちゃくちゃ効果的です。痛みが戻らなくなってくる。先生、病院に行っても痛み止めと湿布しか処方されなくて、レントゲンで撮っても異常ないって言われるんですけど、どうしたらいいですか？それは筋筋膜性腰痛かもしれない。はい、松田健太です。ご覧いただきどうもありがとうございます。今日もですね、痛みの話でヒントだったりアイデアを治療科のあたりお届けできればと思います。うわー、長かったけど、おめでとう。LGC 面白い。ありますよね。いやー、なんかレントゲン取ったけど異常ないって言われた。結局、湿布と痛み止めしか処方されていない。結構私が、ところに来るパターンで一番多いし、これこそ私たちが徒手で介入していくので、一番多いパターンだと思ってください。逆に言うとこれは徒手療法で改善することが多いので、私たちがやった方がいいパターンですね。これ何かと言いますと、結局レントゲンで異常がない、レントゲン上で確認できるもの、骨だったりとか神経、椎間板になりますね。大丈夫だねってなってる。でも筋肉って映んないですよね。例えば脊柱管狭窄症だったら、うん、手術しましょうかみたいな話になるんですけど、レントゲンで異常ないしな、どうしようかな、これ結構多いですよ。じゃあ何かって言ったら、レントゲンに映らないもの、筋肉なんですね。筋肉が硬いことによって起きてしまう腰痛です。この腰痛自体は私も見てきましたけど、めちゃくちゃ多いです。ただこのパターンが多いよねってものがあります。それをね、今日は紹介していきたいと思いまして、2つです。大きく2つ。この2つを抑えることによって、筋筋膜性の腰痛がしっかり改善できるし、メカニズムも分かるし、私たちが見るであろう腰痛の中で一番多い筋筋膜性腰痛の説明を患者さんに自信持ってできるようになります。もし先生がさっき言ったみたいな、チップ痛み止めしか処方されなくって、どうしていいか分からない腰痛の患者さんを見ている、もしくはレントゲン取ったけど異常がないよって言われて痛みが全く改善できない、もしくは筋筋膜性の腰痛を改善できる治療的にもしっかり知りたい、この先生であれば今日の動画を見ることによって筋筋膜性腰痛して改善できるようになりますので、ぜひね、最後に見ていただければと思います。では本編いきましょう。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。筋筋膜性腰痛、これは2つ押さえてほしい。何かと言いますと、1つは股関節、1つは胸郭です。人間の体っていうのはですね、どんな風になってるかっていうと、行きやすい方向がありますっていう原理があります。これが良い可動性って言いますね。良い可動性につきましては動画また撮っていますので、ぜひね、概要欄の方に貼っておくので、そちらの方ぜひチェックしてみてください。見てない人のために簡単に説明すると、人間の体っていうのは行きやすい方向があるよねって話です。横から見た時も見てみましょう。例えば膝、曲がるのが簡単です。伸ばすのが難しい。股関節、曲がるのが簡単です。伸ばすのが難しいです。腰、反るのと曲がるの、だいたい反るのがうまいです。胸郭、これは曲がるのがうまいです。頸椎、これは反るのがうまいです。反る、曲がる、反る、曲がる、こっちが反る、曲がるみたいになっていくと、関節ごとで行きやすい方が決まってるよね。これがいわゆる良い可動性というね、良い可動性。腰ってどうかって言ったら、曲がるか伸びるかで言ったら、伸びる方が動きやすいんですよ、基本的に。ってことは、伸びるっていうこと、もしくは後ろの筋肉を使いすぎる、これが起きることによって痛みが出るんじゃないかって話ですね。基本的に筋なんで、使いすぎたら痛いんです。筋トレした後痛くなるんじゃないか、全く一緒だと思う。なんで反らないといけないか、いわゆる筋肉を後ろから使わないといけないかって話です。まず一つ目が出てくるのが股関節です。股関節はさっき言ったみたいに曲がるのがうまいんですよ。でも曲がるとやった、曲げてくる、膝を伸ばしたもん、膝伸ばしたもん、曲がってくる、頭が下に下がってきますよね。人間の原理2つだけ教えます。全人類に共通すること、何かといったら足がまずつきます。足が浮いてることはない。あと頭がまっすぐ向く、この2つのいわゆるスタートとゴールは大体合ってるんですよ。頭がこう曲がりながら歩いてる人っていうのは、いわゆる先天的に何か障害があるとかだったりとか多いですけど、それ以外の方は基本的には頭まっすぐになる。頭がまっすぐなら足がついているっていうのは絶対ある。でその中で首だけで頑張れるか、首だけで頑張れないんで、どうするかというと股関節は曲がりやすいんですよ。めちゃ曲がりやすいです。曲がりやすいでどうするかっていうと、腰でこういうふうに反って、股関節曲がってるのを腰で反ってどうにか上半身を保とうとします。これが腰が張っている状態の一つです。股関節が曲がってるせいで起き上げようと思って脊柱起立につい使っちゃってますよね。単純に腰が痛い、使いすぎてる。でもこれ倒れそうなのを起き上げてくれてるわけだから、腰がマッサージしたりとかして楽になったとしても、また反っちゃいますから、また痛くなってきます。何しないといけないかって言ったら、この腰の土台にある股関節を伸ばしてあげる。そうすると腰が反らなくてよくなってきて、ふわふわの状態になる。痛みが戻らなくなってくる。
このパターンをまずしちゃうさ、一番多いです。股関節の伸ばすってのをやってあげるために、お尻の筋肉だったりとか、あとは前かが硬いと伸びませんから、前かを緩めていくってことをやっていきますね。これが一つ目の原因です。で、二つ目、これが胸郭です。胸郭がもうこれどっちかというと曲がる方です。曲がる方に行きます。曲がるってことやっていくとどうなるかっていうと、だいたいこんな風に腰が腰の上の方、うまいねね。こんな風になってきます。こんな風にお腹が前にポンと出るような状態になります。お腹が前に出るポンと出るような状態になると何が起きるかっていうと、腰反ってないじゃん、まあ反ってない、まあ反ってるんですよ実際ね、曲がってるから反ってるんですけど、でも筋肉使ってないのよって、筋肉使ってないじゃんって、こう倒れてるから、どちらかというと前側が硬いんじゃないぞ。その通り、前側の方が後ろに行かないようにギューッと頑張ってくれてます。なんですけど、前側の筋肉の中ではどこ使ってるかって言ったら、で腹直筋、そして腹斜筋っていうこの横っ腹の筋肉です。自分でもやってみてください。こんな風にこう後ろにやっていくと、お腹の横っ腹のところら辺とかめっちゃ使っちゃいます。この横っ腹の筋肉がポイントでして、外腹斜筋、内腹斜筋って言います。外腹斜筋、内腹斜筋が硬くなっちゃうと、これ連結して腰の方に来るんですよ。腰の方に胸腰筋膜ってやつの中に入り込みます。だから何が言いたいかっていうと、前側だけこう使ってる状態が起きたとしても、お腹の全体を硬くしちゃいます。触ってみたら分かるんですけど、腰の方って使ってないはずだよねってなんですけど、めっちゃ硬いんです。一番ベストは腰がまっすぐな状態が一番いいんです。で、まっすぐになるためには上半身の調整も必要。猫背になってると腰の方に負担来ちゃいます。お腹に来て腰に来ちゃいます。ポイントは胸郭をしっかり伸ばせるようにしていくこと、股関節をしっかり伸びるようにしていくこと、そうすることによって緊張が出てきます。胸郭が曲がってしまってるとお腹が硬くなって腰に負担が来るんだなってことをぜひ覚えてください。であればどこを治療するかといったら、胸郭と股関節を両方治療していきましょうっていうのが正解だと思ってください。ここまで理解できました？根本をしっかり治療するっていうことですかね。そうです。筋肉は頑張ってるだけなんで緩めちゃダメです。根本のしっかりお尻とか肩甲骨を治療してあげましょう。多いのがこの股関節が硬い。今日はですね、この股関節に対してのしっかり伸ばしていくっていうための治療法をご紹介したいと思いますので、このまま動画見てみてください。はい、じゃあですね、テクニックやっていきたいと思います。で、股関節は言った通りこう曲がってしまってると腰が反っちゃいます。なんでここは股関節伸ばしていくっていう治療をします。普通にですね、ここでこう伸ばしていくみたいな治療やっちゃうと、これまた違ってて、何かと言いますと、股関節の後ろに反るっていうよりも、この股関節を開く、あ、内側方になってるとこんな風になっちゃう。内側方ってこうなっちゃうんですよ。内股のこんな風な姿勢になっちゃいます。前側を緩めてあげないといけません。前側を伸ばすためにも、こうやって股関節を開脚していく。こっちの方向にストレッチをかけていくような方法になります。このように、カエル足っていうの状態を作ってあげてください。カエル足の状態。腰痛の時にはね、もう典型でやるんですけども、この状態でお尻ありますね、お尻のど真ん中触ってみてください。ど真ん中触っていただいて、このまままっすぐ下に押していく。だいたいこの辺り、梨状筋だったりとか筋肉の硬さがあると思います。本当にこの部分、まっすぐまっすぐこんな風に緩めてあげるイメージを持ってください。だいたいこれでですね、股関節があると思うんですけど、股関節のところをしっかり真下に押していきながら広めていくっていうイメージですね。で、これで大体ね、30秒ぐらいしっかり股関節の前側が伸びるように治療してあげてください。まあ本当にシンプルな治療ですけど、めちゃくちゃ効果的です。筋筋膜性腰痛にとってはね。なので、ぜひね、試していただきたいなと思います。これってテクニックがすごいわけじゃなくて、やっぱ知識。なんで股関節やるべきなの？股関節が伸びることによって腰の反りがなくなってきて、腰の筋肉が楽になってきます。痛みが楽になってきます。これが説明できると患者さんも楽になるし、それで改善できると私たちも自信になりますよね。大事なのはしっかり知識とテクニックをつなげること、これを意識してみてください。私がやってる疼痛治療カレッジってやつがあります。その中では目線カメラ、結構どこ触ってるか分かんないとかもあるので、目線カメラでしっかり落とし込みさせてもらったりとか、運動学、解剖学とかっていうところの教科書を届けさせていただいたりとかしてます。しっかり腰痛改善していきたいということであれば、概要欄の方から PTC 30日無料で試すことができるので、ぜひそちらの方も試してみてください。これで30秒ぐらいこう緩めていくってすると、結構マイカーが硬さが取れてくるんですよ。ですか、マイカーの硬さが取れてきます。で、これによってお尻のところが柔らかくなってきて、立った時のいわゆるマイカーの内旋筋、硬さも出てくるので、しっかり伸びてくる、腰が楽になってくる、そうすると腰が痛くないねって話になります。
難しくないテクニックです。ただここまでなんで股関節やるべきかっていうのが分かってないと説明できませんので、こちらの方アウトプットするようにどんどんやってみてください。今日の話良かったなと思っていただければチャンネル登録してもらって、見逃さないようにぜひ見てみてください。あとコメントと高評価いただけるとすごく励みになりますし、あとこんなものを学んでみたいとか、ここら辺が知りたいとかあればコメント見させてもらって、また動画企画欄出させてもらいますので書いてみてください。あと今日の学びとかもアウトプットしていただけるとすごく励みなので、よろしくお願いします。PTC っていう東都中カレッジやらせてもらっていますので、概要欄からチェックしていただければ嬉しいなと思います。今日はこれで終わっていきましょう。今日の動画の時どうもありがとうございました。また見てください。クランクアップ。いや、すいません、え、本当に申し訳ないんですけど、え、あと1本あるんですよ。無理。いや、寝ちゃいましたね。いやー、やっちゃいます。今日どうでしたか、小尺君、初チャレンジは。楽しかったです。NGC 一周どうぞ。先生、病院に行っても、湿布と、あ先生、病院に行っても、湿布と痛み止めを処方されても、ちょっと無理。スピードか、リズムか。やっぱ沖縄の表現ってなんかね、独特だよね、もうね。独特ですね。今回、小尺くんが頑張っていただきましたので、はい、沖縄の好きな食べ物屋さん、50個集まったら、カチャーシーを私と小尺くんでやります。はい、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思ってますので、50コメントぜひ書いてみてください。よろしくお願いします。ということで、カチャーシーチェック。